Hey everybody. I tripped on something. Looks like Shang Tsung finally played his hand. ようこそ、キリュウさん。あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。ああ、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ、それが人軍派の掟だ。何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパク・フェジョンだ。やつはな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えるや人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さねえ。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ。お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。待って、娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついて、であんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は人軍派の掟に背くのか？私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。もうこの町を人言派の好きなようにはさせねえ。
お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間の親さんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。How many times I've heard that? We are the clone brothers. Shang Tsung got away. 動いたら撃つわ。死ね。らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。おじま、あいなちょいてもちょ。やめろ。이건나죽게내버렸죠。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した。俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへはいけない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。
父ちゃんがいない間元気に育って帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれた人軍派の構成員だ。それから俺は日本にいる人軍派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員人軍派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね？そうや。それでスヨンは人軍派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかったけど、時々ママに電話をくれたでしょ？ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまってるしな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。いいのよ、これで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は人軍派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そしてカワラさん、お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。Are we all forgetting about Shang Tsung who ran behind the curtain? I mean, it's really nice of him to let this go on, but are you sure he's not fucking with the bomb right now? I guess he wasn't. I guess he peaced the fuck out. Okay.結局はここに戻っちまったか。ああ、そうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物の出方だった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね。
それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。うん。26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、神王派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また神王派が仕掛けてくる可能性は高いが、こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった、こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃあ、道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手を出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。It's him, isn't it? わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。Because he's not actually... そして本物の竜になる。I bet it's him. 親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。Suspicious at all. ここまでは計画通りだ。最後まで気を抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか、このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。That door was locked. ダメね。From the outside. ダメか。ええ。このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。仕方ないわね。あ。ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の？あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ、なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。狭山、お前これからどうするんだ。ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。
Yeah, Majima is just... What? Oh. Wait, she went back to Serena? Serena, or however the fuck you wanna... Well, at least in daylight, I can pick up on trouble easier. Charge! Hi. Let's just walk up. Fuck you! No killing! You need to go on a diet. Here, this should drain some of that obnoxious fat out. Not that I need the money or anything. I'm not even drunk. Why am I fighting so many? Oh, I saw he was just a random passerby for a second. He wasn't actually in a battle stance. I'm kind of disappointed by the attack style of it. I mean, they're infinite weapons, don't get me wrong, but I'm kind of really disappointed with the attack style of it. いらっしゃいませ! It's just kind of like... うまいな. I don't know. ありがとうございました! I expected them to be faster and more fluid. Is what I expected out of them. I expected them to be like exactly what I said. I expected them to be actually like a faster attack. That's just a slow kind of thonk thonk. I mean, I can put out more DPS on my bare hands. I have a problem with a lot of things in this. It's just like, a lot of the weapons just aren't efficient compared to just beating the shit out of people. どうしたの? 何か聞くことがあったんじゃないの? いや。 そう。 関西に帰るのか? ええ。 あんなことがあったばかりだから、ママのことが心配なの。
大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが、初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも、I told you so. あなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でも、もうやるしかないのよね。大丈夫だ。どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。She's gonna get shot now, isn't she? Shit's going down. Hmm? Dr. Emoto. Dr. Emoji. Nani? Bombs, man! Bombs everywhere! Bombs! Who's babbling about... Is it nighttime? Damn. I have no time. I have to go see Dr. Emoji. Not like I have anything to spend experience or money on anyway. おお、来たか。カズキ。キリュウさん、すいません、お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。え、もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな、こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。
いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も。え、じゃあ店にいた和樹さんは。ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。尋問派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ。監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ。爆弾は一個じゃない。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え、奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は。ただ数は分かります。いくつだ。連中は言ってました。26年前殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理。爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。分かった。Oh man, am I gonna have to go through the... I better not. This has always been a really bad thing with padding at the end of these. I hope I don't have to find 31 fucking bombs. Nani? Okay, so I just have to take care of the fucking go or you douche nozzle. Not really a whole hell of a lot I can do to get. Yeah, not really a whole hell of a lot I can do to get ready. No.Shepard doesn't have time. Seriously, who's left?Sir, you have to saunter. Really tubs of fun. Tema torasegate. And immediately there's another fucking group of dipshits. どちらまで行かれますか。それでは出発です。31個の爆弾だって。はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても
主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ。そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を合田龍二のようなやつに好きにさせたくない。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前suspicious. You think somebody putting a call in the self-defense force would be somewhere. みんな、聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せればきれい事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ。伊達さんからだ。何か問題があったらしい。Find out. No killing. Tak, 時間食っちまった。行くぞ。Boogity boogity boogity woo boogity woo. On our way there, I want to stop and get some steak. Well, okay, it doesn't have to be steak, it can be salted tongue or whatever. We're stopping by the Korean place. Batter up. Okay, that's not what I was expecting, and it was not very climactic. That was, That was pretty fucking weak, I have to say. I was like, oh, it's like he's sitting there giant swinging a dude. And it's like, okay, Daigo's gonna throw this motherfucker. And then they just plop him down in the middle of the street, like, what? It's like, that fucking lame. Oh, hey, look, another.
Sorry, broski, you're on your own, man. There's literally barely anything to spend my experience on anymore, if anything does actually pop up. Move. Fuck you. Fuck all brute. You motherfuckers. I'm on my way to dinner, you piece of shit. But no, no, we can't have any of that. I'm at the... Ho ho. I'm at the motherfucking door. Right here at the door. About to go up the elevator. No, we're just gonna proc a random battle. いらっしゃいませ。 うまいな。さ、行くか。 Daigo, the key to kicking everybody's ass. ありがとうございました。 Is to be able to stomach at least half of a cow in one sitting, and then go punch about 15 dudes in the face and eat the other half of a cow. If you do this, you will be shitting experience. Really? No. Shepherd does not have time to fuck this shit. No. Really? Majima! There's stupid people in your construction site. What the fuck is this? I don't even know what this is. This one will move. しばらく寝てろ。Fucking retarded ass cocksucker. Here we go. Found the protagonist. You're a door into here. It's like I'm surprised Majima didn't just jump at you. Like, you're not supposed to be here, and then he just appears behind you like that fucking butler in, frickin', Mr. Deeds. Ikuzo. Fucking Spanish butler just... That basically is Majima. He just pops up out of nowhere. It's like, very sneaky. You underestimate the sneakiness.警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって？伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。 それじゃ、神室町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする？俺が相手になる。一人でか？この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は 全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。
揃って不景気な面しとって。真島の兄さん、キルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ、邪魔や、どけどけ。おりゃ、ありゃ、おりゃ、どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわいや。なんでやねん、なんで動かへんねや。うわりゃ。おいおい、大丈夫か。うわりゃ、出た方がいい。大丈夫か。うわりゃ、うわりゃ、いや、動けや、くれ、動けや、このボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで、伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、Don't worry, I'll go fight this entire clan by myself. But it's Kiryu, so of course he can. Hmm? Nani?おい、assist the residents of the city. Oh yeah, the guy who betrayed you and sold you out for money with a bunch of other shopkeepers that just, you know, decided to barge in and try to fucking kill you.Now, if you want to do an epic clan battle, you just get your, you know, it's like all of Kiryu's friends and shit get together, and it's like you'd have a fucking active battle between Majima Construction and, you know, Emo. As soon as I get, I'm gonna guess as soon as I get out of the bathroom, or before I get to the bathroom. Oh shit. Okay. So, Bantam Clinic Stardust. Boy.Yeah, I was hoping for like a showdown where he just walks up to the sea of cars, you know, the sea of sedans that pulled in. And just get into like a huge, massive battle of people just keep coming in or something. That would have been something more epic than go here, go here, go here.No shit. Durr.
Oh no, it's like an invasion! Fuck off! Not interested. Oh my god, it's like an invasion! take a fucking number. Why do you hold knives like fucking pussies? Yeah, they're really taking no prisoners. It's like an invasion! Oh no! Look at the invasion! All these people going about their normal fucking lives. It's an invasion! Boogity 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 boo! The Goryu clan are here! Oh no! Oh, I guess we don't have to go to Stardust. Well, hang on, I need some Kaku highballs. いらっしゃいませ! Bam, bam. Bam, bam, bam. And some Jimmy Bean. Whatever the fuck this stuff is. Looks like it's in a fucking mason jar. Lina. Mason jar technology. ありがとうございました! And that still isn't enough to fuck my ass up. Woo! We're gonna be drunk and fighting people. And fight around the world. What, the fact that I get more experience and I don't have anything to spend on? Okay, hang on, hang on, hang on. Oh no! A gun! Oh hey look, my prediction came true. I must be fucking clairvoyant. Don't worry, Doc. I have nothing to say to you. I just showed up and saved your ass. I'll make sure to bring more kids with appendicitis here to see you. So how much will fight this? Oh, you threw the ottoman. Oh, you guys got fucked up.関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。随分手間かかったみたいやないか。リュウジ。おお、いつらへ。 それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ!思う存分暴れたれ! Okay, who's the guy who threw the ottoman? Your acts of vandalism cannot go unpunished. You shall face the... You'll face the wrath of the ottoman, bitch! Seriously, what is with the way you guys hold your fucking knives?
Okay. Listen. Kiryu's about mostly bulletproof, so just fuck off. With your little pop gun. Behold, I have a real sword! Oh yeah, stab wound.使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人号班勝手にやったことや、関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部鼓動を済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。最初の勝負や。Ah. Oh, Yuya, they fucked up your gorilla face. どうだ？少しは落ち着いたか？交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だからカムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ郷田龍二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが。 Oh god damn it.
What the fuck? Well, he's in the third game, so it, obviously it doesn't fuck this up. Akaya! Hi.次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？めんどいや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。He's in the third game, so...嫌な夢ね。Obviously. Or that was her dreaming about what Majima would do if he had to disarm a bomb? I don't know. Yes. え？嘘。何？ああ。ああ。行く。All this tangly ass rainbow shit works. Oh shit. I'll catch you guys next time. Later.